ひばばい戦、行くぜ。わかった、宗介。チェンソール、セット。レッツゴーオン。バル、イーグル。カクレンジャーも出てらっしゃいましたよね。そうだね、はい、鶴姫のお父さん役で。はい、そうですよね、うん、それもまたあのプロデューサーの方がお金をかけていただきまして、はい、鎧のようなこういうものを作ってくれて、はい、写真どっかにあったと思いますけど、あと面もつけて、はい、すごい衣装でしたよ。うん、動きやすいんですか？動きづらいですですよね、こんなね、ですよね。鶴姫のお父さんということで、うん、まあ、カクレンジャー自体がこうちょっと特殊な戦隊で、うん、もうレッドがリーダーじゃなくて鶴姫がリーダーっていうね、またそこも変わってますよね。で、そのお父さんを演じるにあたって何か気をつけてたことってありますか？悪の手下になっちゃうんですよね。だから悪の中に入ってるんだけども、見てる方からしたら悪の手下なのか、本当は、紛れて入って本当の悪をやっつけるために潜入してるのか、どっちだか分かんない状態がずっと続いていくわけですよ、はいはいはい、で魔法をかけられて真っ白になるわけですね、全体が、はい、で動かなくなって固められちゃうんですけど、はい、その期間がまた長かったその期間が長かった、結構長かったね、うん、なるほど、解凍するまでがなるほど。鶴姫の父っていうのがあったんで、はい、その娘に対する父親の愛情をどういうふうに表現したらいいのかっていうのを考えましたね、いろいろ。いやー、やっぱり広瀬さんもだって当時めちゃめちゃお若い、そうだよね、ですよね、うん、だってその当時が多分13、12、3歳とか、うん、でもそのくらいですよね、うん、いや、それをあんだけまとめてるってすごくないですか？すごいね。ですよね、はい。で、まあ、そのカクレンジャーについてのちょっと質問があるんですけれども、はい、そのカクレンジャー、そもそもオファージのエピソードなんかあれば教えてくださいとのことです。オファージのカクレンジャーに関しては、あ、まあ、純粋に事務所の方から今まで、サンバルカンやってたんですけども、はい、カクレンジャーっていうお話いただいてどうしますっていう、はい、僕に一応、あ、なるほど。要するにサンバルカンっていうのを大切にするとかしないとかそういうものではなく、はい、本当だったらサンバルカンやってるからもう他の番組は出ないよっていう、あ、なるほど、サンバルカン一本で定着していきたい、はい、大事にしていきたいよっていうのもあるんだけども、はい、僕はもうサンバルカンっていうのがもう東映さんにお世話になるきっかけになりましたから、はい、これで特捜最前線もその後お願いして入れていただいたりしてますんで、はい、まあ、なんか恩返しっていう形で、おー、かっこいい。隠れんじゃそんな僕をね使っていただけるんだ、そんなありがたいことはないって言ってもう一発 OK させてもらいました。いや、でもそうですよね、五代さんってそういう方ですよね。だから本当に開口一番顔合わせ行った時に、僕がやれることは何でもやりますから、遠慮なくどんどん使いますから言ってくださいっていう。おお、なるほど。どうしたらこの番組が良くなるかっていうところで、はい、ぜひお力になれればってことでお話ししましたね。いやー、五代目レッドなんですね、五代さんって。はい、僕が32代目、うん、それシャレ言ってるわけじゃなくて、違います、あ、違います、5代だから、あ、違います、そういうことじゃなくて5代目レッドなんですよ。そう、5代目レッドなんですよ。だからそうなんです、不思議だねこれ、5代びっくりしますねこれね。暴れん坊将軍もおにやばんが5代目なんですよ。あ、そうなんですか。で、5年やったんですよ。5何個あるんですか。いっぱいあります。いっぱいありますね、サイズよりも多い、すごい、うん、はい。で、5代目レッドを務めてから今47代もこの戦隊シリーズが続いているんですけれども、うん、まあそんだけ長く続いているのもやっぱそれはもう一重にやっぱその時代を支えてくれた五代さんっていうのがやっぱすごく大きなやっぱ存在だと思うんですけれども、どういかがですか、やっぱこんだけ続いている戦隊っていうのは。何よりね、まあ、当然その年代年代のお子さんたちが、はい、やっぱりこう愛してやまない番組作りをしてる方が素晴らしいと思いますし、あ、やっぱりそれを支えてくれてる子供たちだけじゃなくて、やっぱり戦隊ものを支えてくれてるファンの方たちいっぱいいるんですよ、はい、下手すれば海外にまでいるんですよ、はい、
やっぱりそういう人たちの愛する心がやっぱりここまでの継続につながってると思うんで。なるほど、うん、でもね僕時代がちょっと違うと思うんですよね、うん、それこそ今でこそ僕たちの時代っていうのはやっぱ登竜門っていう風に言われて、うん、みんなの憧れのヒーローっていう風になったりとかしてると思うんですけれども、うん、五代さんって入りが西部警察から特撮の方に行きたりとかしてるじゃないですか、うん、そうなんですね。で時代もまたちょっと違うと思うんですけれども、うん、こんなに続くと思ってましたか。いやいや戦隊ヒーローシリーズがは続くんじゃないかなと思いましたよ。あ、思ってたんですね。へ、うん、だから西部警察からこっちに来ると移植って移植かもしれないね。ですよね、うん、なんかそんな感じはやっぱり、うん、やっぱ僕その前回そのシャリバンの渡さんの、うん、あのお話を聞いた時とかでも、うん、フララ君の時代と僕たちの時代は全然違うんだよってことをやっぱ散々聞いてたので、うんうん、もうだそういった意味でもやっぱやってることとかやっぱすごかったりもすると思うんですけれども、うん、世間の認識が今とやっぱちょっと違うのかなっていうふうにも思ってたので、うんうん、今の方が全然もうレベルが上がるっていうか、はい、認知度高いですよね。いや高いと思います。 SNS もあるし、あの昔変な言い方すると子供番組とか、はい、砂利番とか、はい、そういう言い方されてましたけどね、もう全然今は違うもんね。違いますね、うん、もう一つの、はい、戦隊ものっていうのが一つのみんなの憧れ格を取ったよね。はい、だと思います、うん、はい、でもやっぱり結構いろんな人に会うけれども、そのサンバルカンってやっぱすごいみんなの中で印象がすごい強いですね、うん、すごい古いんじゃないでもね。それはでも確かに今さっき聞いてびっくりした、40何年前だもんね。そうです、42ですね。それでまだ覚えてくれてる人がいるっていう、いやーそう考えたらすごいですね、うん、本当に、はい、ありがたいやね。ありがたいです、はい。で初代と2代目で名乗りのポーズの違いあったりとかすると思うんですけれども、うん、まあ、他に初代との差別化、まあ、それこそ先ほど剣が出てきたりとかあったと思うんですけれども、うん、他に何か五代さんで覚えてることってありますか。僕は初代との違いっていうのは初代を見てないからあんまりよくわからないんだけど、だ初代のバルイーグルの、はい、この名乗りのポーズとかなんかを知らないんで。ああなるほど、そういうことか。要するにあの拝見してないんで、はい、もうオンエア終わっちゃってるじゃないですか。確かにそっか。で僕の時から新たなものでやるから、はい、うん、それを真似することもできなかったんで、だから多分その立石の人が作ってくれたものを、はい、うん、純粋に、はい、じゃあそれでいきましょうってやるしかなかったです。なるほど。ってことは五代さんからしたら、うん、五代さんも初代って思いながらやってるってことですもんね。当然ですよね。当然っていうことですよね、うん、だから五代さんは2代目と思ってやってるんじゃなくて、答えは全部が初めて、初代って思いながらやってるでいいですか。見るものやるもの全部初めてっていうことですよね、うん、途中から入ってて僕は初めましてだもん。はい、そうです、ね、それ分からないですよ。ありがとうございます、うん、はい、でゴーカイジャーの時の出演時エピソードなんかあれば教えてください。ゴーカイジャー、僕も実はゴーカイジャー35、6話に出たりとかしてるんですけれども、うんうん、僕は大いなる力っていうのを渡す役だったんですけど、五代さんはどういった役で出られたんですか。僕は何だったんだろうね、なんか一番最後に現れて制服着てこう敬礼した。あ、やってましたね。やってましたね。やってましたね。あの時は誠さんも出てらっしゃいました。あ、出てますね。で、お会いしたの覚えてますね、誠さんに。お久しぶりですって言って最後、うちのミユも確かこういう風に、うちのシルバーもだからあの時いたんですよ、うん、あ、そうだ。だからあの時に、あ、レジェンドなんだっていうのをあの時認識しました。いや、めちゃめちゃレジェンドですよ、五代さんの、うん、もう本当に。え、でも、ってことは五代さんはあの時、なんか被ってましたよね。この帽子みたいに被ってましたね。ですよね。ってことは、結構位が相当上に、うん、そう、だから多分今、イーグルは何をしてるんだろうっていう、多分ファンの人たちの気持ちも考えてプロデューサーたちがあの脚本家にお願いして多分そういう設定で作ったんじゃないかと思います。なるほど、うん、サンバルバルイーグルは日和田海輝はあの時何の何かの創刊とかなんですかね、もうね。あ、戻ったんだ地球平和守備隊に。ああ、そうなんだね。もともと地球平和守備隊の、ね、方でヘリコプターの腕前が相当な方で、最初大鷲に会った時に、うん、あんな無茶するのはお前だけだと思ってたよみたいに言われてましたからね。あ、そう、今覚えてるね、はい、覚えてます。なるほど、そっか、じゃあ明記はされてないですね、そこでね、うん、なるほど。いや、でもそうやって想像でも面白いですけどね、うん、はい、じゃあ一番大変だった撮影を教えてください。
戦隊もので、はい、サンバルカンの中でそれはやっぱりさっきの44話ヘリ爆破ね見えない中での失踪、あれが一番印象に熱く残ってるね。いや僕もそれはなんかそんな感じがします、うん、プラスよくあそこまでやらせてくれたっていう、あ、なるほど、感謝の気持ち、普通3人いるわけだから、はい、配分でこうやるんだけど、あれは本当イーグルに焦点はイーグルの輪でやらせてもらって、うん、そうですね、あそこまで大々的な、うん、映画でもいいぐらいの、はい、ね、いやボリューム感としては30分とかに収めてすごいもったいない、うん、もったいないぐらいの作らせてくれて、はい、で山根との親友のあのね、うん、裏切りからの仲直りも含めて、あのなんだ石炭電車みたいのもさ、はい、走ってる電車の上を走って乗っかってそこから飛び降りて、はい、もういろんなこともてんこ盛りだったもんね。いやてんこ盛りでしたね。いやその回っていうのがまたね、このサンバルカンのこのサンバルカンスーツが壊れるってい う、 そ う、 そう異色の回ではあったんですよ。サンバルカンスーツってすごい衝撃に耐えられるし、うん、すっごい温度にも耐えられたりとかするんですけれども、うん、それが壊れて、うん、なんならさっきも言ったんですけれども、あの日場隆之は逆境をものにするヒーローなので、うん、そのサンバルカのスーツをむしろ爆発するの分かって脱いで相手に投げて爆破してみたいなそういうことをやったりとかしてて、煙が出てた、ね、そうで、その時にやっぱり俺はバルイーグルになれないからっつってシャークとパンサーがフォローし合うんですけれども、うん、そこに嵐山長官がジャムおじさんしてくるわけですよ。新しい顔よ的な感じで新しいスーツをバーン投げてきてそれで新しいスーツを着てバルイーグルってやって、おー来たみたいな。だからもうね、なんか、いや、わかるんですよ。サンバルカンって本当にピンチになってからサンバルカンが来ることめちゃくちゃ多いんですよ。一般人の方もそうだったりとかするんだけど、来るのわかってるんだけれども、でもやっぱり来てすごくやっぱ熱くなったっていう、そういう回ですし、アクションも本当にお疲れ様でしたというくらい大規模なお金のかかった、うん、楽しかったね、すごかったですよね、うん、だから今見てもやっぱあのは忘れないですね。いや一番印象に残ってます、うん、僕も本当に、うん、サンバルカンはそういった意味でも、ね、みんなで見てほしいんだとにかくツッコミどころがたくさんあったりとかするっていうのと、うん、やっぱ2代目のレッドが出てくるっていうやっぱ異色の戦隊っていうのと、やっぱ五代さんが演じる日場隆之がものすごくやっぱ熱くて、で人情味にあふれてて、で自分のことを裏切った親友すらも許すっていう、もう大きな心の持ち主でっていう、なんかもう本当に僕はね、今回のそのサンバルカンを見てとてもなんか熱い心を取り戻したというか、やっぱなんかそういう風に思いましたね。あ、皆さん40何年前だってことを忘れないでくださいよ。そうですね、はい、ありえないことがあります。そうですね、ということです。では今回のゲストは、サンバルカンからですね、太陽戦隊サンバルカンから2代目バルイーグル日場隆之役の五代隆之さんでした。ありがとうございました。サンキュー、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。オーロラプラズマ返しやりましたね、声優さんが三原純子さんも出てたね。三原純子さんの回、これめちゃめちゃいいんですよ、うん、修道院のシスターの回だったりとかするんだけれども、うん、チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。